はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週テーマがね、スクールという風に出てるかと思います。私事というかこちら事の話なんですけど、昨日4月2日土曜日、埼玉スーパーアリーナにて教育クリエイターフェススクールというイベントをねやらせてもらいました。喋ってるのはその元2日イベント終わって今ホテルに戻ってきてホテルで撮ってるんですよ。でちょっとなんか声ちっちゃくないって思うかもしれないんですが、一応ピンマイク持ってきて今喋ってるんですけど、部屋で隣の部屋にね呼び乗りたくみくんがいるのよね。そう聞こえたら恥ずかしいなと思ってなのでね、ちょっとマイク近づけて声のトーン落としてるんで、いつものダラダラジオのテンションとちょっと違うかもしれないんだけど、そんな事情があると思って聞いてください。改めてになりますがありがとうございました。もしかしたらね、これ今聞いてくださってる方の中で実際にね来ていただいた方もいるかもしれません。聞くところによるとかなりね遠方から足を運んでくださった方もいたそうです。改めてありがとうございました。皆さんからの感想とかもお手紙はね、今回はなんかもう細かいこと言い出すときりがないんですけど、会場にお手紙ボックス、ポストをね、買って設置しまして、でその場で手紙とかを置かせてもらって、もう好きにメッセージ、誰々さん宛てっていうのをポストに書いて、ポストに投函すると。でそれを後で仕分けして、登壇者の方に分配して配りますみたいなのをやったらね、すごかったよ。ポスト、そこそこ大きいポストを今回買ったんですけど、もう入り機もう満帆になってて、で今それをホテルに着いて、今からねこれねダラダラちょっと撮った後に読ませてもらおうと思ってるんですが、まあそのまだね皆さんの感想を直で聞いたわけではないですし、ね500人ぐらいかなお客さん今回来ていただいたんですけども、まあ、皆さんの感想を直で聞いたわけではないんですが、個人的には一登壇者として個人的に思ったのは、いいイベントだったと思いました。はい、と思う楽しかったって思ってもらえた自信がある、っていう風なのが一番の感想です。もしかしたら他のチャンネルで動画はきっと上がるだろうし、でオフショットというか裏側のやつも今回カメラが入ってたので、もしかしたらどっかのチャンネルとかでね、その総集編みたいなのが上がるかもしれないんですが、私そのスクールの最初の挨拶の時にもうちょっと実は昨日の夜ウルウルしちゃってみたいな話をしたんですよ。でこれは別に嘘じゃなくって、そのスクールがある前日でリハがあったんで、前日からもう近くにホテルで泊まっててっていう感じだったんですけど、なんかこの1年のことを思い出したりとか、一応発起人の一人ではあるので、このイベントの裏方でこういろいろ打ち合わせいっぱいしたりとか、まあもちろんねメインで動いてくれたのは他の方ですけど、なんかいろんなことあったなって思い出したら、ちょっともう前日の夜からうるうるしちゃって、だからその日一日泣かないことを目標にって言って、多分ねギリギリ耐えた結果としてはね。でもね、まあ自分結局メインで登壇してはいないんですけど、 MC で司会やったりとか、その他の登壇者の方の時にちょゲストとして出たりとかっていうのは出てて、結構出ずっぱりでわーってやってたんですけど、匠くんとね、そのデンガンくん、花でのねデンガン君が2人で暗算対決したのが2時間目にあったんですけど、そこは自分出るバックなかったのでお客さん側でちょっとね見させてもらったんですけど、まあすげえね、普通に対決自体はめちゃめちゃかっこよかったし面白かったのよ、面白かった。でもね、なんか匠君とデンガン、まあ、知ってる仲じゃんか。でこれは動画も撮らせてもらった中だから、なんか彼ら2人がすごいこうお客さんのこう心をわしづかみにして、お客さんの目もキラキラしてるし、あの二人もキラキラしてる。でもそのヤス君もいたからさ、ヤス君もキラキラしてて、なんかその光景をさ、ちょっと引きでこう見た時にちょっとじわーってくるよね。もともと性格が私あんま信じてもらえないかもしれないんだけど、表に出てねこうわーってスポットライトが当たるタイプではないのよ、本当は。本当にそう思ってて、その演者、表に出ていく人と裏方で支える人だったら、多分裏方で支える方が勝負に合ってるんよ、性格からすると。そういうのが好きっちゃ好きなのね。だからなんかその花伝の、デンガン君と匠君のね2人だけじゃないけど、まあ、安君とかねだけじゃないけど、他のすみれ先生とか高田先生とかクラル先生とかね、元気先生とか、松林さんもそうだけど、なんか引きでこう一歩引いてスポットライト当たって、ちょっとこれを見れたのがね、
良くてさ、で結構お客さんとの距離も近かったし、あのお客さん側に行ってこうマイク渡すとかさ、そういうのもやったりしてたからさ、結構ステージ上にいるとあんま視力良くないから見えないんだけど、近くに行ってこうやっぱり目の前に推しがいるというかさ、好きな応援してる人がいる、その嬉しい顔、まあマスクしてるからさ目元だけだけど、でも目元だけでも伝わるそのキラキラした表情っていうか、うん、やってよかったなっていうのはすごく思いましたね。まあもちろんイベントやるって大変だなって思うよ、思う今回はいろんな人のさ、いろんな企業さんのスポンサーになっていただいて、やっぱりスーパーアリーナだし、で今回はもうステージを作ってるからさ、ステージ作ってめちゃめちゃお金かかるんだよね、びっくりするぐらいに。俺も今回初めてやったからさ、聞いてびっくりしたけど、それもスポンサーの方が出していただいて、できる限り今回はその参加する方にお金を、ハードルが上がらないように1000円っていう、もう正直言うと破格よねの金額でやらせてもらって、スポンサーさんがね頑張ってくださったから、でもいいイベントだったんじゃないかなと思います。すごいのよ、だって小学生、中学生、高校生、大学生、保護者がほぼ100ずつっていう、すごくないそんなイベントないぜきっと、うん、大学生めっちゃ集まるとかさ、それピンポイント集まるのでもあると思うけど、まあこう、ね、出てる演者の方がさ、ターゲットが違うからっていうのはもちろんあるだろうけど、でも小学生から大人までを本当みんなが楽しんでくれるようなイベントだったからね、またああいったことができたらいいななんて思いながら、これから余韻に浸ります。はい、なんか自分もさ、前もちょこちょこ言ってるけど、こう100万人突破したのがさ、もう1年以上前になってて、で100万人ってやっぱ YouTuber としては夢というか大きいじゃん。100万ってさ、金の盾ってあるから、100万人取ったらさ、大きなイベントするぞみたいなね、あの感謝のファンフェスするぞみたいな集まるかなって、でも少なくてもいいよねみたいな、100万人だしって、でもできてなくて、そうだけど、なんか自分がさ、なんかみんなとわーってのももちろん好きよ、みんなにこうみんなに喜んでるの好きだけど、なんか今回はどっちかというと俺裏方っていう風に、もう自分の立ち位置が分かってたから、そう裏方っていう感じで、まあ、出てるんだけどね、そうだからその分、他の方がキラキラしてたのが嬉しかったね。他の方はもちろん感想をね直接いっぱい聞いたわけじゃないけど、きっと楽しんでいただけたんじゃないかなって、出てる演者のみんなもそうだし、来てくれたお客様も、って信じてます。ごめんね、そんな感じで、すごくいい経験させてもらいました。今日来てくれた方ね、またぜひどこかでお会いしましょう。そして、こういったイベントね、また、必ずできるように頑張りますので、お近くでイベントあった時にはぜひお越しいただけたら嬉しく思います。はい、ということで本日はねこんな感じで本当のダラダラジオですね、ダラダラするラジオをやらせてもらいました。また来週ね何か喋っていきますので、もしよかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それじゃあまだ春休みね続いていくかと思いますが、そういえばだいぶね暑くなったり寒くなったりしてますので、風邪ひきやすくなってる時期にもなりますからね、体調管理気をつけて、明日からまた1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。